寺内正武は、日本の武士、陸軍軍人、政治家。階級は、元水陸軍大将。位階は、十一位。君党は大空二位。高級は、高一級。尺位は白尺。書の画号は、桜穂、露安。微利県最小の異名を持つ。陸軍大臣、外務大臣臨時兼人、韓国党官、朝鮮総督。 内閣総理大臣、大倉大臣などを歴任した。明治から大正にかけて陸軍軍人として活躍し、第一次、勝羅内閣では小玉玄太郎の後任として陸軍大臣に就任した。以来、第一次、西恩寺内閣や第二次、勝羅内閣でも陸軍大臣を務めた。その後、曽根ア助の後任として韓国党官に就任し、 日本への併合を推し進めた。韓国併合後は、朝鮮総督に就任した。後に内地に帰還すると、寺内内閣を発足させ、内閣総理大臣を務めるとともに、外務大臣や大倉大臣といった国務大臣を兼任した。元水府に劣勢られていることから、階級を故障する際には、元水の称号を冠して、元水陸軍大将と称される。 須王国吉時期、軍平井村に、長州藩士、宇多田昭介の三男として生まれる。後に母方である、ベラウチ影門の養子師となる。1864年に、騎兵隊の中では、武士が中心として組織された多治敷隊に入隊する。高山寺挙兵後の再編成の際にお立隊に、転籍し、三田尻で、西洋獣の捜査や国学を学んだ。 1867年に倒幕軍として従軍し、母親戦争、函館戦争と転戦した。外戦後、京都でフランス流の軍学を学び、兵部省、第一共同体に編入された。明治3年に、騎兵隊脱退騒動の鎮圧に従軍し、戦後はご新兵に所属し上京した。フランス留学を希望した寺内は1872年に、 陸軍を休職し語学を学んだが、その機会は訪れなかった。1873年に士官養成所陸軍と山学校に入学し、翌年に卒業する。卒業後は新設された陸軍士官学校にスタッフとして所属した。明治10年に勃発した西南戦争では、当初交尾部隊の大隊長に任じられたが前線を志願し、 最大の激戦とされた田原坂の戦いで負傷して、右手の自由をなくした。そのため、以降は、実戦の指揮を取ることはなく、軍政や軍教育の方面を歩んだ。1878年に、士官学校生徒大替司令官心得という職務を経た後、明治15年、官員の都と日と新の随員として、フランス留学する。翌年には、駐在武官に任ぜられ、 1886年までフランスに滞在した。帰国後は陸軍大臣官房副長、陸軍士官学校長、第一師団参謀長、参謀本部第一局長とキャリアを重ねた。明治17年の日清戦争では平坦の最高責任者である大本営運輸通信長官を務めた。その後、不評第三旅団長、教育総監を経て、 明治33年より、参謀本部次長につき、義和団の乱では現地に赴いた。岡田三郎介筆、寺内正岳正蔵が陸軍大臣第一次、桂内閣が成立すると、陸軍大臣となり、日露戦争の勝利に貢献した。第一次、西恩寺内閣や、第二次、桂内閣でも、再び陸将を務めた。明治39年には、 南満州鉄道設立委員長、陸軍大将に栄進した。明治40年9月、母親、西南、日神、日露の各戦役の軍港によって死者を授けられた。韓国党官、朝鮮総督明治42年10月26日の春ンにおける伊藤博文暗殺後、第2大韓国党官、曽根荒助が辞職すると明治43年5月30日。 陸将のまま、第三代韓国党官を兼任し、同年8月22日の日韓併合と共に10月1日、朝鮮総督府が設置されると、引き続き陸将兼任のまま初代朝鮮総督に就任した。なお、陸将兼任は、第二次、西恩寺内閣の成立で、石本新六が陸将に就任するまで続いた。朝鮮総督は天皇に直令し、 委人の範囲内において、朝鮮防備のための軍事権を行使し、内閣総理大臣を経由して、立法権、行政権、司法権にわたる多岐な権限を持った。寺内は憲兵に警察を兼務させる憲兵警察制度を創始し、朝鮮の治安維持を行ったことなどに対して、後に武断政治と評価された。明治44年4月、韓国併合の行によって、 白尺を授けられた。内閣総理大臣大正5年6月24日、元水府に劣せられる。10月16日に総督を辞任し、10月19日には内閣総理大臣に就任。朝鮮総督としての功績を認められてのことである。寺内の頭の形がビリケン人形にそっくりだったことから、これに朝鮮内閣の非立憲を引っ掛けてビリケン内閣と呼ばれた。 時は第一次世界大戦の最中であり、寺内は大正7年8月2日にシベリア出兵を宣言したが、米騒動の責任を取って9月21日に総辞職した。寺内自身は内閣末期にはすでに病気がちであり、翌年に心臓肥大症のため平井赤十字病院において皇居、去年十八。墓所は生誕地である、 山口市宮野に所在し、子息の寺内敏一の墓もそこにある。また、宮野には、朝鮮関係などの書籍を寄贈した、施設図書館、寺内桜保文庫を設立した。寺内桜保文庫の書籍は戦後、山口県立大学に移され、さらに、朝鮮関係の一部は、韓国の喜び南大学校に移管された。寺内桜保文庫の元の建物は、 2011年現在も、山口県立大学に隣接する形で残されている。八甲田雪中工軍遭難事件記念碑文、寺内正武の没後に三宅坂に、北村西防作の馬上像が作られたが、路面電車上校のたびに、胸が悪くなるから叩き壊せ、ろくに手柄のない豚ともに像など立てる必要などない、などという避難が、相次ぎ、警視庁は、厳戒態勢を敷いた。 像は戦争中に金属回収に愛溶解された。寺内正岳像があった場所には昭和26年に平和の群像という三人のラジオ像が作られた。ありがとうございます。